悪魔と妖精の戯れがこれにて襲撃。どれどれ、少し遊んでやろうか。三代目フェアリーテイル来るがよい。マカロフの子らよ。フェアリーテイルの力を喰らいやがれ。カリーの絶海。これがマカロフの子だか。行くぞ。アイスメイクコールドエッグファイバー。さあ行くわよ。開け扉、バルト、イカホール。私に任せろ。フォトンスライド。カリーのキャッカー。ふん。お前はじっちゃんの仇だ。もうよい、消えよ。こいつがジジイの仇か、夏。落差ぜ。おやつ、マカロフの血族か。俺は初代の墓参りに来たつもりだったのに、こいつは驚いた。二代目さんがおられるとは。せっかくだ、墓を作って拝んでやるとするか。
俺たちのギルドを傷つく。お前は俺に任せろ。私がここまでやられたのは何十年ぶりかのう。このまま片付けてやるのはたやすいことだが、楽しませてもらった礼をせねばな。そんな、あの攻撃が効かなかっただと。悪魔の目、開眼。神勢魔導の神殿、ここからウヌラの想像をはるかに超える領域。終わりだ、フェアリーテイル。魔導の神殿、なんという魔力だ。魔の道を進むと深き闇の底へと沈む。その先に見つけたるや深淵に輝く未知なる魔法。あと少し、あと少しで未知なる魔法にたどり着く。だが、そのあと少しが深い。その深さを埋めるものこそ、大魔法世界。ゼレフのいる世界。今宵、ゼレフの覚醒とともに、世界は変わる。私はいよいよ手に入れるのだ。未知なる魔法。未知なる魔法。ウヌラは行けぬ。大魔法世界にはウヌラは足りぬ。深淵へと進む覚悟が。怖い、怖い、怖くてもうダメ。なんだ、こんな近くに仲間がいるじゃねえか。俺たちは自分の弱さを知ったんだ。だったら次はどうする。強くなれ、立ち向かうんだ。一人じゃ怖くてどうしようもないかもしれねえけど、俺たちはこんなに近くにいる。今は恐れることはねえ。俺たちは一人じゃねえんだ。おう、仲間がいれば恐怖はない。私たちは最後まで諦めんぞ。それがフェアリーテイル。行くぞ。ネメシス、アマテラス百式。まだまだ。やってやる。
ここからだ。アイスメイク、アイスブリンガー。これからよ。というのか。勝つのは俺たちだ。いいな。窓を進む者の頂にたどり着く日までは悪魔は眠らない。行け、フェアリーテイラー。滅妖術カイグレンバクライジン。これが俺たちのギルドだ。終わったな。ああ、私たち勝ったんですね。みんなよくやってくれた。じいちゃん、それにみんな。なぜ闇に落ちた。言ったはずだ、魔法とは本来闇。闇の中で生まれた奇跡を魔法と呼ぶようになった。ギルドを引退した私は魔の道を深く探ることでこの世界の断りを見つけたかった。あと少し、あと少しだった。一なる魔法にたどり着くまで。そんなものを見つけても何も変わらんよ。魔法が本来闇だというならそれでよい。光というならそれもよし。魔法は生きておる。それは時代とともに役割を変え、わしらとともに成長する。フェアリーテイルは自由とともに生きていく。全部あなたから学んだことじゃ。よし。
よし。そうだな。君たちのような存在が僕を作り出した。君たちのような邪念がアクノロギアを呼んだ。つまりこの時代は終わりを告げる。もう誰にも止められない。世界はここに完結する。ゼレフ、あのゼレフが私の目の前に。これは夢か現実か。アクノロギアは時代の終わりを告げる。君たちの邪念がそれを呼んでしまった。アクノロギア、一体何の話だ。君たちには罰を受けてもらうよ。待て、ウヌにはまだ聞きたいことが。一つはアクノロギアを呼んだ罪、もう一つは僕に命の重さを忘れさせた罪だ。悔い改めよ。知らぬクズ、冥界へ落ちるがよい。来たか、アクノロギア。この感じ、なんだ？うるせえ！この声。抗えないものがある。この時代は終わる。さよなら。
レスだ。まさか島ごと消す気じゃ。防御魔法を使える者は全力展開。俺たちはこんなところで終わらねえ。絶対諦めない。みんなの力を一つにするんだ。ギルドの絆を見せてやろうじゃねえか。あの時はもうダメかと思った。でも不思議と恐怖はなかったのを覚えてる。ギルドの仲間が一緒だったから、みんながいればどんなことも乗り越えられるって覚えたの。結果から言うと、私たちはアクノロギアの攻撃を受けたのに無事だった。フェアリーテール初代マスターメイビス・バーミリオンが私たちの絆や信じ合う心を使って防御魔法を発動させた。フェアリースフィア、妖精三大魔法の一つで、あらゆる悪からギルドを守ってくれる魔法なんだって。でも封印凍結を解除するのに7年かかってしまい、マグノリアに戻った私は早すぎる時の流れに戸惑った。少し見ねえうちに小さくなったな。この7年でいろいろあったみたいね。私たちにとってはちょっと前のことなんだけど。ああ、ギルドは借金のため差し押さえられ、今はここを仮の本部としているらしい。私たちが留守にしていたせいでフィオーレ最強だったのが今では最弱ギルドなんて。かっはっはっは、そいつはいい、面白い。だってそうだろ、上に登る楽しみがあと何回味わえるんだよ。燃えてきた。そうですよね、うん、楽しみです。しかしこいつは思ったより深刻な問題だぞ。どういうこと？この7年で他のギルドが力をつけたということだ。それはギルド全体の力だけでなく、個々の実力においても。奴らは7年多く経験を積んでんだ。俺たちの力はこの時代にはついていけてねえ。そんな、つまりギルドも俺らも鍛え直しってことだな。燃えてきた。奴ら夏たち探しに行っちまったが、ロメオ、ついてかなくてよかったのか？もし天狼島が見つかっても生きてるかわからねえんだろ。そんなことねえって、信じなきゃよ。そこは7年も連絡ねえんだぞ。ただいま。おお、おかえり。
お前ら。大きくなったな、ロメオ。おかえり、夏に、みんな。Hee hee hee.